テーマとしては、まあ、新しい時代と、まあ、自由と責任、これをテーマに伺っていきたいと思うんですけど、だから僕すごいこの1年あの SNS 断捨離して、うん、まあ、ある意味引きこもりをやったわけで、こう今まで僕はどっちかというとポジティブで自分を肯定して、うん、みんなを肯定して煽り側だったので、感謝度ポジティブ度の表層ですからね。絶対すぐ限界が、薄っぺらさが出てくると思うんですよ。感謝道にしても丁寧道にしても反省するしかないので徹底的に反省したんですよ。ほう、なのにやっぱ僕は綺麗事を言うので、綺麗事とリアルなダメな部分のこの光と影が危ういんですよ。皆さんこんにちは、ピボットの佐々木です。今回はですね、スペシャルインタビューとして書道家の武田孫さんに来ていただきました。孫さん、よろしくお願いします。ありがとうございます。孫さん、ちょうど半年前ぐらいに、はい、9クエスチョンズという番組に出ていただいて、はい、まあ、その時はポジティブ度、ネガティブ度について語っていただいて、もう再生数も70万ぐらいいったんですけど、なんかあれから まだ半年ぐらいの経過なんですけど、なんかすごい時代が変わってきた感じしません？本当に急激ですよね。まあもちろん戦争もあれば、パンデミックが終わったっていうこともあるし、はい、うん、逆に聞きたいのは、佐々木さんはこの半年間ね、まあ、ベンチャー起業家として、はい、まあ、こう走りまくってるわけだけど、はい、どういう今変化を感じてます？例えばこの1年でもいい、半年でもいいんですけど。そうですよね。はい、まあ、我々で言うと、まあ、最初はまあ動画と活字でやってたんですけど、はい、まあちょうど1年前ぐらいから YouTube を集中し始めて、うん、この半年で YouTube とかがこんだけさらにブワーッと広がっていって、うん、例えばさっきのジャニーズの話でも、うん、ジャニーズの会見とかって、うん、もう全テレビ局が YouTube で生で流して、確かに、みんなニュースとかああいう話も全部 YouTube で知った人が多いと思うんですよ、うん、はい、この半年だけでもなんか YouTube とかがぐわーっと増えた、うん、なんかそれが自分の生活の中でもすごく多くなって、ビジネスでも大きくなってっていうのが、うん、まあ起業家としてはそういうとこがすごく一番印象残ったところでもありますし、うん、まあ、起業家ブームみたいなのもね、ちょっと変わってきたかもしれないですよね。スタートアップベンチャーみたいなとことか、資金調達環境もやっぱりだいぶ変わってきてますか？そうですね。より地に足がついて、もうスタートアップも利益をしっかり出すんだって時代に。ああ、イケイケどんどんから、地に足をつけようって、うん。そういう時代になってきたりとかですね。わかるわ。トムさんも結構変化ありました？いや、ありました、ありました。僕自身もやっぱりこう、まあ、初めから話すと20代で、会社を、大きな大企業を辞めて、まさにこう、自由の波に乗るって、ちょうどその時僕会社を辞め、25歳の時だったんですけど、まさに20年前ちょっとなんですけど、その僕が NTT にいた時は、IT 革命だったんですね。はい。いわゆるこれから常時接続になるデジタルが来る。で、僕はこの波はすごいぞと思ったんですね。ちょうどね、その時に双方とかって言葉が流行って。双方ありましたね。スモールオフィス、ホームオフィスっていうのが。今で言うとリモートワークみたいなのが、ね。リモートワークですね。うん、とかが来てて、まあ、IBM 主導でやってたりしてたんですけど、で、これはすごいビッグチェンジだっていう僕もなんかあって、なんかしなきゃと思って、あることがきっかけで独立したんだけども、僕は逆にデジタルが来るから、アナログに走るっていう、そのデジタルとは別のアナログに走るっていう、うん、あれをやったんですよ。その逆張りして、まあ、そこと組み合わせることで、うん、伝統の世界が魅力的に映るんじゃないかと思って、うん、でインターネットでホームページを作って、まあ、やってることは大したことないんですけど、まあ、メルマガで例えば書道の歴史を面白く今風に伝えたりとか、うん、まあ、あとは筆文字であなたの名前を書き、名刺をあなたの名前を筆文字にしますとかっていうビジネスを始めたりとかして、うん、で書道教室を始めて、僕も修行しながら、よちよち歩きで始めたっていうのがあるんですけど、うん、そっからこの20年なんだろう、ちょうどこう、平成、令和になるときに、独立ブームってあったじゃないですか。フリーランスブームだとか。ありましたね。フリーターみたいな。フリーターとか、はい、縛られない生き方とか、うん、まあもちろんパンデミック来てから、あの、リモートワークでっていう、もう縛られない生き方、自由な生き方って。確かに場所にもね、縛られず。で、僕も漏れなくそれに乗って、もうなんか、いろんなことを自由にやるし、まあもう書道だけじゃない領域にどんどんピボットしたり、チャレンジして失敗したり、恥ずかしい目を見てやってきたんだけども、なんか僕の肌感なんですけど、うん、パンデミック終わって蓋開けてみたら、なんかそのブームが終わってる気がするんですよね。ああ、まあね、リアルのね、回帰っていうか、オフィスに来いみたいなブームもね、そう。逆のブームも来てますし。なんか、こう、大企業がブワーってな、
なんかどん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 なんだろう、組織化されていって、固まって縦割りになった昭和があって、うん、で、それを崩すブームがあったと思うんですよね。はい、自由だ、自由だって言って。で、その自由だ、自由だがさらに、また今それがオワコンになったみたいなところが。面白い。あって。うん。多分、まだ今は YouTuber とか TikTok とかがあるから、うん、なんか自分も個人で好きにお金を稼げる時代だって、まだなってると思うんですけど、なんかそれ自体が終わるというよりは、この思想みたいな、自由、縛られない、なんかサラリーマンみたいなのよりは、フリーランスとかかっこいいみたいな、美意識あるじゃないですか。そうですね。独立。私、さよならサラリーマンっていう副題の本書きましたよ。でそれが、はい、それ自体は別にいつの時代もあると思うんですけど、うん、フリーランスは自由で、起業家は自由そうに見えて、かっこよくて、うん、じゃあ組織にいる人間とか、指示待ち人間がかっこ悪いかって言ったら、そうではないと思うんですよね。だからそれがなんか見直されてきて、ね、はあ、まあちょっと泥臭いですけど、基本みたいな、書道で言うと、うんうん、なんか自由に書くとかっていうことじゃなくて、ちゃんと基本からもう一回やりましょうという時代になんか、今これから向かうような気がするんですよね。面白い。今日はまさしくテーマとしては、まあ、新しい時代と、まあ、自由と責任。これをテーマに伺っていきたいと思うんですけど、まさしく今の話ってね、新しい時代に自由がどう定義されるかとか、縛られないとかっていうのがどう再定義されるかってことですよね。そうですね。揺り戻されてどうなっていくんですかね。今までの硬直的なものとも違うじゃないですか。違いますね。けどみんな自由とも違う。そこのなんか、いいところに落ち着いていくんですかね。ね、いい、まあ理想としてはその昭和のいいとことね、平成と令和のこのいいとこに、こう、収束、なんかちょうどね、調和していけば、まあ、理想だとは思うんですけど、うん、ですから、まあ、僕自身がその書道っていうその長いなんかなんとなく歴史が深くて、はい、伝統があるっていう世界の中でやらかしてきたというかね、うんうん、新しいことにチャレンジしてきたタイプなんで、それは別にいいことだと思うんですよ。別に新しいことをやるとか、うん、チャレンジするとかいいんだけども、ドーパミンってあるじゃないですか、うんうん、アドレナリン、アドレナリン、この興奮して、はい、こうバーっていう中毒性のある、ね、中毒性のあるやつ。あれが結構、僕もいろいろ過去を振り返った時に、危険な気がしていて、自分のエゴとか、承認欲求とかだけがこう膨張していくような感覚。あれ気持ちいいんですよね、意外に。そうですよね。そう。そうではなくて、すごいごめんなさい、おっさん臭いこと言うんですけど、うん、道徳とか。ああ、はいはい、あの、いや、僕ができてるわけじゃなくて、道徳とか、例えば昭和って厳しく叱ってくれる先生とかいたじゃないですか。はい、まあ、体罰はダメだけど、かもしれないけど、今は。愛を持って厳しく叱ってくれる上司とか、うん、先生とか、親とかいたのが、まあそれがだんだん今、モラハラとかパワハラとかで難しくなってきてるんだけども、うんうん、なんだろう、この道徳とか、基本的な、こう、まあ例えば中国でいう儒教精神とか、はい、日本でいう武士道とか、うん、そういったものがどんどん、なんか、薄くなった。で、興奮だけが行くみたいな。ああ、はい、はい。フォロワー数が増えればいいとか、うんうん、儲かればいいとか、上場すればいいとか。ある種市場原理みたいなもんですよね。すごい競争社会の市場原理が、うん、なんか、悪いとこだけが伸びていくみたいな。ああ、確かにね。そう。ただの競、もう、ルールなき競争みたいになってくるみたいなところがあって。うん、なんか、今一度この、まあ、武士道なのか、あまあ、道みたいなもの、ね、日本で言うと道みたいなものなのか、うん、そういうちょっと僕たちが嫌がってた、大人たちが押し付けてきた道徳的なもの、うぜえみたいな、はい、なんかそういう、うざいみたいな、自由だみたいなものに対して、僕は今ちょっと、うん、自分も反省して、うん、これからもうすぐ50代に入っていくので、はい、ちょっと今、その、ちょっとそっち側に今、すごく興味を持ってますね。ああ、面白い。今度インタビューするんですけど、まあ、東博樹さん、静岡の東博樹さんが、訂正する力っていう本を書いていて、うん、その中で今後大事なのは、やっぱ訂正する、訂正できる頑固親父なんじゃないかって書いてたんですよね。あ、頑固なのに、訂正する。そうそう。ちゃんと軸があるわけですよ。ただその軸にずっとこだわり続けるんじゃなくて、その軸に修正とか訂正が必要だと思ったら、その軸をちょっと微修正とかちゃんとしていけるような、訂正する頑固親父。けど、その訂正ばっかりしてて軸がない、ふにゃふにゃ親父だったら、もうどこに行ってるか分かんないじゃないですか。はい、軸がない。ああ、訂正する頑固親父っていい言葉だなと思ったんですよね。確かに。昭和親父なんだけど、時代に合わせて、柔軟性もある。柔軟性もある。柔らかい軸と。そう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 。だから僕すごい、
この1年、SNS 断捨離して、うん、まあ、びっくりするぐらい断捨離したんですよ。ええー、そうなんだ。連絡をほとんど誰とも取らないとか、まあ、ある意味引きこもりをやったわけで、孤独の時間を取って、で、しかも、まあ、内省っていうんですかね。まあ、反省ですよね。まあ、後悔も含めて、こう、今まで僕はどっちかというとポジティブで、自分を肯定して、うん、みんなを肯定して、素晴らしい、みんな行こうぜっていう、煽ってきたタイプな、煽り側だったので。感謝度、ポジティブ度の要素ですからね。わーっていうのが、ちょっと一回、このままだとなんとなく行き詰まる気がしていて、その、なんか流れが見えなくなるんですよね。なんか、気持ちよくないんですよ。これ感覚なんですけど、やっぱりその軸が多分自分もまだできてない。かつ、訂正もしてないまま来てるんで、絶対すぐ限界が、薄っぺらさが出てくると思うんですよ。感謝道にしても、丁寧道にしても。伝えることは僕はもうとにかくやるけど、その中身がどんどん薄くなっていく感覚というか、はあ、波が終わる感覚というか、それに反省したんですね。苛まれたんですよ、うん。で、これは反省するしかないっていうので、徹底的に反省したんですよね。ほう。これかなり難しいことなんですよ。徹底的に反省するには、感情論で攻めてもダメだし、だって見えなくなるから、この自分を明らかにこう、見て、あ、ここがブレてるとか、ここが薄っぺらいとか、ここ全然できてないくせに、これ偽善、ここは偽善だなとかね。ほう。あ、ここは全然、ただのわがまま、だだっこだなとか、こう自分の見たくない部分ってあるじゃないですか。過去のトラウマから、自分の持ってる承認欲求とか、苦しみから逃げてるとか、まあ、ミーハーな部分とか、かっこ悪い部分があるんですよ。みんな持ってると思うんですけどね。まあ、僕ももちろん漏れなく持っていて。なのに、やっぱ僕は綺麗事を言うので、そこがなんだ、その、この綺麗事とリアルなダメな部分の、この光と影が危ういんですよ。ああ、なんか分かってきた気がする、うん。外に出る機会が多い人とか、言論人とかって、やっぱかっこいいこと外言わざるを得ない。いや、言わざるを得ないです。そっちの自分がどんどんインフレしてきていって、実情とそこが乖離が大きくなっていって、そこが大きくなりすぎると、やっぱバブル崩壊しますよね。本当におっしゃる通りで。うん、だから佐々木さんみたいに今、こう、バーって勢いに乗ってるベンチャー企業家は、うまくいってるときはいいんですよね。はい。さっきもおっしゃってたけど、うん、こう、今、うん、ある意味こう、うまくいってるからこそ気をつけなきゃいけないみたいなこと言ってましたよね。そうです、そうですね、はい。思ってます。うん、その反省を、まあ、するって結構深いことだと思っていて、うんうんうん、まあ、武士道精神にもつながるのかもしれないけども、内観に近い、内省とか内観に近いから、本当に客観的に自分を見て、嫌なところもちゃんと見つめなければいけないっていう。で、これにはやっぱり孤独の時間が必要だし、うん、その孤独と孤独感もまた違うと思うんですよね。孤立とも違うんですよね。なんか孤独の時間ってすごく僕重要だなって最近特に思うようになって、やっぱり孤独感に耐えられずに逃げるように SNS に行ったりとか、うん、人と群れたりとか、依存しちゃうじゃないですか。はい。で、この群れから脱するって僕らの DNA からするとかなり厳しいことだと思うんですよ。危険なことですもんね。群れたがるのが人間なので。うん、でもこの孤独が今この時代すごく重要だと思います。もうあまりにも時代がぐちゃぐちゃで、うん、情報もすごいじゃないですか。そうですね。なんていうの、混錯してるんですか。なんていうの、それも。まあ、本当錯乱状態みたいな感じだと思う、世界は今。はい。何も成り立ってないような状態が、まあそれが戦争に出たり、まあもしかしたらパンデミックに出てるかもしれないし、今の政治に出てるかもしれないと思うんですけど、うん、このぐちゃぐちゃの中で群れるって危険だと思うんですよね。あ、逆に危険。危険だと思って。なんでですか？いろんな人流されちゃって自分がどこに行くか、うん。社会がぐちゃぐちゃなのにそこに合わせちゃうから、絶対ぐちゃぐちゃにチューニングされるんですよ。溺れちゃうかもしれない、ね。溺れちゃうんですよ。しかも自分がなくなっちゃうし、まあ変な人とも、にも、やられやすくなるだろうし、危険な状態のところに行く必要がないというか、うん、やっぱり一人でない孤独な時間をしっかり作って内省していく時間っていうのは大事だなってすごく思うんですよね。一年 SNS 立ちして孤独な時間をしっかり作って何が変わりましたか、ご自分の中で。やっぱり恥ずかしい部分をしっかり見ましたね、自分の。うーわーみたいな。こいつこんなかっこ悪いこと言ってないですよ。みたいな。すげえ、武田壮雲なんかいいこと言ってっけど、お前みたいな。こう見たくない部分が、うん、まあ、見えたことで、
これを先にやっぱ見とかないと、これを隠したまま、なんかインフレしちゃうと、はい。危ないんですよ。そうですよね。で自分はビビりだから、やっぱ嫌じゃないですか、嫌なこと起きる。起きちゃうけどね、絶対起きちゃうけど、まあだからそういう意味だと、たくさん、まあいろんなことでもこう、やっぱりこう、反省させられるべき、具体的な事件みたいなトラブルは起こるんですよ、やっぱり。ちょこちょこと起こったんですよね。で、それに対して、まあ対処はするんだけど、根本原因をやっぱり探したいっていうのもあって、やっぱり自分のこうおごりとか、過去にやってきたこと、やっぱ自分も、まあ例えば家族に対してもそうだと思うんですけど、どっかで昭和のダメな親父がいて、うん、いや自分うまく、仕事うまくいってるから、正しいでしょって。俺が食わしてんだぞみたいな。まあそう、そこまで言ったらダメなんだけど、言って、言ってないし、思ってもないんだけど、うん、まあどっかで自分は、絶対正しいっていうのがどっかにあって頑固、まさに訂正なき頑固、訂正なき頑固親父、訂正なき頑固親父がどっかにあったりとか、うん、自分ではそう思ってないのに、うん、やっぱり眺めてみるとそういう固まった自分がいる、過去に執着、過去の武田総に執着してる自分もいるし、うん、やっぱこう原点回帰じゃないけど、一からそこはまさに丁寧道と感謝道で、丁寧に何がダメだったかっていうのを徹底的に反省するっていうのは、まあ、多分プロ一流のスポーツ選手はみんなやってると思うんですよね、はい、うんうん、絶対自分が正しいとは思わないと思うんですよ、その成績がやっぱり出ちゃう、やっぱ負ける時もあるだろうし、うん、トップ選手だって打てない時、ね、いっぱいあると思うんで、必ず訂正をすると思うんです。それはその訂正の仕方のクオリティが高ければ高いほど超一流選手だと思うんですよ、うんうんうん、その訂正のクオリティっていうんですか、改善のクオリティっていうんですか、改善のクオリティね、だからまあ訂正とか反省が嫌だったら改善っていうのがもしかしたら僕ら日本人にはね、トヨタの改善方式じゃないですけど、すごく今重要な時代だなと思ってますね。あ、それもじゃあ SNS 的空間ってやっぱ改善とほど遠いなっていうか、まあ、すごい称賛してきてその人に燃料を注入してより自己承認欲求を肥大化させるか、もしくはもうバリ増根でその人の自己承認欲求を下げちゃってね、もうなんかノイローゼにしちゃうかって、どっちか極端ですよね。極端なんですよね。いや、もちろん SNS 全部が悪くはなくて、もちろんその内省したり、自分で反省したり、改善しようと思ってる時に、役立つ情報もたくさんあるじゃないですか。例えば自分のエゴについて見るときに、知識、もしかしたらこう、なんかの情報を見れば、あ、そういうことか。あ、ここが自分の増大してるエゴなんだとか、はい、そういうのを見つめる。もしかしたらヒントがあるかもしれないんで、SNS を見ることが悪いことではないと思うんですけど、うん、その改善なきソーシャルメディアみたいなものっていうのは、やっぱりなんか危険だなと思って。うん、そうですね。けど、孫さんみたいに自分でその孤独な時間作って、そこの悪影響っていうか、そういうのを中和していける人はいいと思うんですけど、大半 99% の人はやっぱできないっていうか、こういうテクノロジーの波ってみんな飲まれていくものじゃないですか。そう考えていくとどうしたらいいんですかね。SNS やめるってのも現実的じゃないじゃないですか。いや、そうですね。いや、別にやめる必要はないと思うんですけど、うん、例えばビジネスやってる現場は、結局いくらテクノロジーが新しかろうが古かろうが、人間対人間の間にあるものじゃないですか。人と人の間にあるもので、自分が言うとちょっと恥ずかしいんですけど、やっぱり目の前の人を、ちゃんと挨拶するとか。はい、丁寧度ね、感謝度ね。それ大事ですよね。なんだろう。ビジネスマナーじゃないですけど、うん、そういったものをしっかりと学ぶっていうのも重要じゃないかなと思うんですよね。なんか、それがベースになっていって、丁寧に相手への敬意を持つとか、うん、先まで見るとか、相手の立場に立つとかっていうことがしっかり、土台が基本ができればできるほど、その新しいことにこう、振り回されなくなると思うんですよね。はい、なんか、しっかりと、こう、それを扱える、新しいテクノロジーを余裕を持って、ゆとりを持って扱える、この武器を扱えるっていうことになると思うんですけど。だから例えば武士の時代でいくと、基本も体力も気力も精神力もつけてないのに、すごい刀を持ったとて、扱えないじゃないですか。だから僕で言えば、僕も全然できてなかったんだけど、やっぱりその書道の歴史っていうものの重みをしっかりと、めんどくさいけど、俺はそんな伝統なんていいんだって、革命起こすんだって、やっぱ20代ってすごい薄っぺらかったんですよ。伝統を向き合いもせずに、ちらっと知っただけで、いや、俺が変えるみたいな。みんなそんな方向行っちゃいますよね、20代はね。痛々しいことをやりまして、うんうん、紡いでこられた
伝統文化の重み、まあもちろんいろんな部分があると思うんだけど、しっかりと敬意を持って表す、見るっていうこととか、やっぱ書道道具も筆とか硯とかあると思うんですけど、まあそれが安かろうが高かろうが、それに対する、やっぱり精神的な重み、土台がないと、その気合をに立ち打ちするだけの気合、まあ、ちょっと小学生の気合とか、根性論みたいな。根性論みたいな。なんか俺がまさかこんなこと言うとは思わなかったんですけど、なんか僕もすごい今変化してて、いや僕は今偉そうに言ってるわけじゃなくて、僕に言ってる。自分に言ってるんですけど、いや、もう一回基礎からやりたいなって今は、すごく思ってます。人間としてちゃんとした人間になりたいっていう。やっぱ道というか道って大事ですね。道ってやっぱ過去からの蓄積があって、それをいろんな人たちが進化させて訂正していって今があるってことが分かれば、なんか今単に革命で起きるわけじゃなく、過去から何かヒントがいっぱいあって、そこの延長線上で何かした方が、より優れたものになるっていう、そうですね。思想に自然となりますよね。やっぱスピードがこれだけ速い時代から僕はまあ自分も丁寧度で出してるのに、やっぱなかなか丁寧に、とは逆に言っちゃうじゃないですか。そうです、ね。次々とっていう。まあ、本当にすぐ動いて、もうとにかく何でもチャレンジして、ババババってやるっていうのも大事だと思うんだけど、なんか次、こうわかんない。次の時代がそういう時代なのかどうかわかんないけど、基本をしっかりするみたいな。基本をね、いや、本当そうですよね。なんか、俺がまさかこんなこと言ってても恥ずかしいですけど、多分後で見た時にまた恥ずかしくなると思うんですけど、本当にそこの謙虚さとかね、そのおごりを捨てるとか、まあ本当に僕が、まあ、伝えてきたその老荘思想とか儒教とかもあると思うしね、まあ仏道もあるしね、いろんな哲学宗教、まああらゆる思想の中にある、ちょっとこう、めんどくさそうな、真面目そうなやつっていうのは、若い時は本当に受け入れられなかったし、それを受け入れる覚悟を今持ちつつあるということかな。はあ、それがこの半年での変化ですね。すごい大きな、僕の中では大きな変化です。なんていうかな。本当に全、ある意味で自分のやってきたこと、あり方を一旦破壊するっていう、破壊と創造って、まあ、アートの世界にもあると思うんですけど、やっぱり創造、そのクリエイティブなことをするには、やっぱり破壊って、俺、破壊って言葉が大嫌いだったんですよ。怖い怖いみたいな。いいを破壊しなくてみたいな、すごい痛みを伴う。だって自分が正しいと思ってやってきたこととか、功績とか実績も、一旦その価値をゼロにしなきゃいけない。破壊って自らやるべきことなんですか？自戒という形で、なんか自然と壊れていくものもあるじゃないですか。自然と壊れていくときに、多分自戒がなかったら、また同じこと起こると思うんです。あ、反省がないから、ただ自戒してるだけ、あんな外から壊されてもそうかそうか、なんでやねんって不満で終わる人もいるだろうし、うん、気づかないっていうことがあるんで、やっぱ気づきっていう、まあ、目覚めというのか気づきというのか、パッとバッっていうものをするには、一旦ゼロにしなきゃいけないんですね。自分がやってきたことの過去のやり方とか、ここまでやったんだみたいな自負みたいなものとか、プライドみたいなのも一旦全部捨てるっていう作業だったので、まあ、それは断捨離の一番苦しいところではあるんですけど、修行僧まではいかないと思うんですけど、そうした後のなんだろう、このスッキリ感はあります。すごく新しい自分になれる。そうですよね。そのプロセスを、まあ、多かれ少なかれ全ての日本人が、やっぱりやんなきゃいけない時代ではあるじゃないですか。はい、もう古い枠組みがその壊れてきて、どうやったら向き合えるんですかね。そこですよね。うん、その自由と責任っていう今回テーマなんですけど、うん、僕も、まあ、なんとなくわかるじゃないですか。自由というのは無責任とは違う、はい、必ず自由には責任が伴う。例えばアメリカなんかはまさにこう自由リバティみたいなのあるじゃないですか、自由の女神みたいな、まあ、それは歴史が物語ってると思うんですけど、そのヨーロッパの歴史とかあらゆるがんじがらめのところから逃げ出したに、もう独立心強い奴らが集まってきて、わーってやって世界を取ったっていう、こう歴史がある分、こう自由に対する多分思いは日本人より全然強いと思うんですよね。はい、独立心がものすごく強い。でもそれもアメリカっていうのはものすごい法律が厳しかったり、自由という重みを逆に知ってるかもしれない、ね、アメリカ人の方が。ね、それを求めてね、移民してきた人たちなわけですもんね、はい、イギリスからね。で、日本は逆に多分そんな独立とか、自由なんていう時代はそんななかったですもんね。江戸時代、平安時代、まあどの時代を見ても、
そんな自由だ自由だ言ってないんですよね。それって結局自由だったからっていうのはありますよね。あ、実は。言わなくても自由だったっていうか。そうですね。ちょっと身分によって違うかもしれない。身分によって違うかもしれないけど、うん、いや、自由の多分概念が、もしかしたらその西洋の人たちとは違うかもしれないし、うん、まあ、そこはなかなか一緒にはできないと思うんですけど、日本人のこの村社会みたいな部分っていうのは、うん、多分その中でみんな別に自由を感じてたと思うんですよ。ああ、なんだろう、はい。会社員だった時に、僕らが例えば50年前とか40年前に会社員でいた時に、情報社会じゃなければ、独立のことを知らないじゃないですか。はい、自由とか。それは、自由のことを知らなければ、その社会に所属している時の中で自由を感じているのに、突然こっちの自由を知った瞬間、こっちが不自由に見えたりするじゃないですか。そうですね。幻想、自由の幻想みたいなのがすごくあって、うん、なんだろう。多分、現実、この社会って結構エグいじゃないですか。うん、物理的にも。例えば、重力はあるし、ね、無重力になれば自由かって言ったら、逆に重力から解放されたら何も進めないとか、うんうん、重力があるからこそ自由もあるし、不自由もあるし、みたいなのがあったり。もちろん体も自由じゃないしね。その限界はあるし、病気もするし、壊れるし。もうましてや人間なんて人間って書いてるから、うん、ずっと中間管理職みたいなもんで、はい、その一人で孤立して生きていけないことになぜかなってるんですね、この地球の設定では。やっぱ物は食べなきゃいけないし、とか、社会の中に。必ず絶対的に参加しなければいけない。で、それはとっても苦しみを伴うものなんだけども、この苦しみから逃げるときの現実逃避として自由を使う、こう、もしことがあったら、自由になれてない日本人は、うん、多分こっちが増幅したと思うんですよ。逃走としての自由ってことですね。現実逃避としての苦しみを見ないで、ただ理想、幻想を抱く、自由、天国があるんじゃないかって。こんな苦しみから逃れたら、もう苦しみなき極楽の世界があるんじゃないかっていうを自由の中に見つめちゃうんですよね。うん、で、それは単なる夢であって、確かにね、あの幻想であって儚いものなんですね。例えば今円安で海外移住したら自由になれるみたいな感じの人多いじゃないですか。私あれとか完全に幻想だと思うんですよね。幻想です。海外移住して自由になれる人ってほとんどいないっていうか。そうですね。ね、お金持ちになったって、企業家がね、例えば成功したとって、大企業の社長になったって、会長になったとって、投資家だって、全然自由じゃないじゃないですか。そうですよね。うん、闘争としてのね、ほんと自由は広がってファンタジーですよね。異世界転身とかもそうですよね、まさしく。ライトノベルである。うん、高級タワマンに住んだってエレベーターに乗らなきゃいけないしね。不自由ですもんね、エレベーター待ったりとか。まあね。そうですね。瞬間移動したらじゃあ自由になるかってそうでもないし。うんうん、僕ら多分資本主義の中で、なんかこう、テクノロジーが拡大すれば自由になれる。うん、確かに、前よりは便利にはなった。でも便利と自由はまた別で。うん、ああ。どう違います？便利と自由って。例えば、僕らってあれですよね、最初スマホ出た時別にすごい自由感じたけど、うん、さらに早いのが出るとこっちが今不自由に感じたりとか、相対的じゃないですか。だから便利になっていってるんだけど、じゃあ幸福度が上がってるかって言ったら、上がってないのと一緒で、テクノロジーが上がって楽になったかと思ったら、主婦がじゃあ本当に楽になったかって、うん、だって昔江戸時代とか、まあ、洗濯だって洗濯機もなければ、ルンバもなければ、なんか、あらゆるテクノロジーはないのに、なんか今の家事の方がなんか忙しそうに感じる。確かにね。便利になるほど忙しくなってるって。だってスマホが入ればね、LINE が入れば入るほどいろんなメッセージが来てみんな忙しくなる。このなんか本当矛盾ですよね。矛盾ですよね、うん。この矛盾をちゃんと見つめる時代に来たのだと思うんですよね。あ、そのテクノロジー、資本主義から始まって、テクノロジー、この革命が起きていて、ここと、その幸福とか、自由っていうものがあまりにもこう期待をしすぎてたので、はあはあ、まあ、それをみんなあれ、え、違うじゃんってなってる時だと思うんですね。それがパンデミックでさらになんかみんな断捨離ブームが来たりとかして、片付けブームとか来たりしてね。まあ書道でじゃあ分かりやすく言うと、うん、ルールってあれ書道ってルールありますよね。いろいろ。例えば書き順とか、まあ何でもいいんですけど、まあ筆の持ち方なんもあると思うんですけど、自由にどうぞっていう、よく昔書道教室で僕も自由にどうぞって言われたら、みんなスタックするんです。困るんですね。いや、なんかルールくださいっていう。そうですよね。ゲームだって、どんなゲームだって、ルール
不自由の中でゲームが成り立つわけじゃないですか。うんうん、そのドラゴンクエストにしても、ファイナルファンタジーにしても。ですよね、だから書道で言うと、その自由っていうのは、その幻想の中にもなくて、その不自由の中に、その中で感じる自由っていうものが現れるっていうことなんですよね。うんうん、だから不便なほど自由を感じやすくなったりとかもするじゃないですか。はい。アナログの方が、なぜか。だからその、まあ、例えば、守張って言葉が道の世界にはあるんですね。守張っていうのは守る、破る、離れるっていう世界があるんですけど、これ3つが大事だって言ってるんですね。どれかが大事じゃなくて、守って、破って、離れて、また守るみたいな。僕は今、多分戻ってきて、多分今守りモードだと思うんですけど、これ、まあ、まさにそれ佐々木さんが言った修正とか訂正とか配膳の話だと思うんですけど、この守ることがすごく重要で、で、破って、この中に自由があると思うんですね。例えば大谷翔平選手が、あの過酷な、そのアメリカのトップチームの中で、成績を残すって言っても、あれ、自由かって言ったら、すごい不自由な中で打ったり、投げたりしてますもんね。うんうんうん、でそれの改善が改善の結果、一瞬自由に見えてるだけで、うんうんうん、普段ものすごく、大谷翔平選手でさえ、超不自由の中に自分を身を置いてると思うんですよね。うんうん、だから、責任なき自由とか、なんか、幻想の自由に逃げるように行った時の、リスクというか、地獄を、若い時に僕もまあ、体験してるので、若い時はいいと思うんですけど、今そういうモードです。確かにね、フリーランスとかリモートワークとかそういうところちょっとありますよね。けどそっちに一回行っちゃうともう人間ってそっちの方が心地いいんで、なかなか戻れなくなりますよね。ね、別にまあ、あえて、その、じゃあブラック企業に行けばいいかってそういうことじゃないんですよね。もちろん。だからやっぱりそこは丁寧道の話に戻ると思うんだけど、日頃のやらなきゃいけないことって常にあるわけですよね、うん、まあ、家族がいれば家族とのコミュニケーションだったり、歯磨きもしなければいけない、体洗わなきゃいけない、まあ、健康にも気をつかなければいけない、誰かと連絡を取らなければいけないっていう、そのこう義務っていう言葉が僕すごい若い時嫌いだったんですよ、うん、なんか重いじゃないですか義務って。そうですね、でもその強いられてる感じですね。そうそうそう、でもやっぱり今思うのは義務ってすごい重要で、うん、義務があるからストレスがあるから、プレッシャーがあるから、生きがいにつながるわけで、その、この、世の中のこの、ストレスフルなものに対して、これがないように生きるっていうのが一番危ないだと思うんですよね。それにしっかり丁寧に向き合って、うん、その中で幸せと自由を感じるというか、例えば歯磨きに自由を感じる。家族の中で自由を感じる。好き勝手やるのと自由の違いですもんね。確かに。でもそれって多分結果に出てると思っていて、うん、自由に振る舞っていて、もし家族との関係がものすごく良かったら、それは多分合ってると思うんですよ、道としては。自由に振る舞って、イエーイ、自由、自由だって俺は言ってるのに、家族がすげえそれに対して不満を持ってたりとか、うん、調和が取れてない状態では、道が外れてるわけ。確かにな、まあ、自由の逆説って感じもしますよね。さっき話に出てきた起業家とかも、うん、ある種自由の象徴のように見えて、実は投資家からいっぱい金をもらってるので投資家には頭が上がんなかったり、利益をこんだけ出せっていう不自由を与えられてたりとか、結構起業家とかって自由なようで自由じゃないとかってあるじゃないですか。いや本当にそうですよね。なんかさっきの大谷さんの例もそうですけど、ね、確かに、ね、僕で言うと、その例えばアートっていうものを百貨店とかで販売させてもらってる時に、自己表現だから自由かと思うんだけど、自己表現でさえも不自由なんですよね。あ、そうなんですか。自分の中にも葛藤があるし、あで表現した時に人様に見せるわけだから、うん、でこれ一人で趣味でやってる分には別にいいと思うんですけどうん、うん、でも自由ってないんですよ。例えば一人で誰にも見せないって自由にやってごらんって、まあ皆さんやってみたらわかると思うんですけど、超不自由なんですよね。あれ何、うんうん、これが自由なのかどうかもわかんない、本当に俺はこれが書きたいのかもわかんない、自分の意見って本当にこれなのかとか、うん、立場によって変わるじゃないですか、自分の意見とか主張も。で、しかもかつ僕はそれを人に見せたり販売するわけだから、まあ、例えば数字も出るだろうし、評価も出るだろうし、結果が出るわけですよね、うんうん、となるとそれをまあ不自由っちゃ不自由ですよね。ああね、プレッシャーにもなるし、ね、プレッシャーだしストレスだし、うん、やっぱり人様が感動する作品を作りつつ、自分も自由な心で出たら自由ですけどね。だから そこが多分一番難しいゲームであり、この世のこのがんじがらめの
無理ゲー社会の中で、まあ、無茶なことがいっぱい起こるわけじゃないですか。そうそう、思い通りにならないこと、ええー、っていうこととか、なんでこいつこんなこと言うんだろうから、うんうん、なんでこんなこと起こるんだろうっていう時に、そういうのをしっかり丁寧にこう内観しながら、こう、まあ、僕、書道で言うと、こう、スッって書けたら、すごく気持ちよく書けたらいいっていうのがあって。あ、書道って本当、にじむし、すぐ紙破れるし、うんうんうん、漢字っていうルールもあるし、人に読ませるとか見せるっていう、いろんながんじがらめの中で、スッってこう、ある意味自由を捉えた時の幸福感はすごいですよね。あ、そういう意味で一見不自由に見えるルールとかを、まあ、ある程度尊重しながら、その中での自由を求めればいいんですかね。例えば茶室なんかもすごく狭い空間なわけで、不自由とも言えるじゃないですか。はい、その中の空間の中ではすごく自由を感じたりするわけですよね。そうですね。だからその感性を、その自由な感性を本当に感じるためには、うん、その基礎みたいなものがあればあるほど、多分自由を感じやすいと思うんですよね。今日自由についてかなり伺いましたけど、責任のところってどうですか？はい。責任って言うと多分、重みを感じすぎるんで、いや、俺は自由に生きるんだ。人なんて関係ないんだ。俺がやりたいようにやるんだって言った時のリスクですよ。無責任な自由を選択した時の人間の怖さってありますよね。ノーリスクの入りターンはないよっていう。そういうシンプルなことですよね。この世の苦しみと厳しさをしっかり見つめようと。その中で、もし幸福や自由を感じられるようになったら、それは素晴らしいわけで、でそのためにやっぱり基本的な内省とか改善がすごく必要だなっていう。